武器装タイプ確認、オールクリア。ロードバランサー、パラメータサイナス。メガトンストラテジーシステム連動、出撃ゲートオープン。一大事ヤマト、出撃する。ほら、どうですかこれ。本体一発撃ってリロードなんですけど、いろんなスキルがついたことによってこんだけもう連続で撃てるんですよ、はい、見ててください。もうあれ、はい、どん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 、おら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 、もう連射しちゃいますからね。ほらもう連射だよ。はい、どうも皆さん、バンおはねちは、どうもみどりあいすげです。ということで本日もメガトン級武蔵実況プレイしていきたいと思います。はい、ということで本日はね、ものすごく強い武器をねちょっと見つけちゃったんで、そちらの方をねちょっと紹介していきたいなと思います。はい、まあその武器は強いんですけど、まあ、それと組み合わせるといいよっていうのもね、ついでに、ということで何がどの武器が強いのか、こちら。はい、ということでこの武器ですね、ハイドロバズーカっていうんですけど、はい、弾数1なんですよ。弾数1で、まあ、射撃力まあ1万超えと、まあこれはね、ランクとかによって変わってくるんですけど、まあ、とりあえず弾数1なんですよね。本当なら一発撃ってリロードして、撃ってリロードしてっていう、はい、しかも爆風がね、ガンダムでいうね、サイサリスって分かります？試作2号機サイサリス、はい、そいつのあのアトミックバズーカってあるんですけど、それみたいな感じでブワーンってすごい爆風が起こるんですよ。はい、そういうのを打ち込むことのできる武器でございます、ハイドロバズーカ。まあこれストーリーの方で出てくるっぽいんですけどね、はい、次は使わなかったんですけど、はい、ということでこの武器がもうものすごく強いんですけど、それをまたもっと強くできちゃったんですよね、偶然。はい、まあ、どうやってやるか、こちらご覧ください。はい、ということでこれ頭パーツなんですけど、マウンターポリスボディっていう、こちらの頭パーツ何がついてるかっていうと、射撃武器の装弾数プラス17、はい、ってことで装弾数本当は1発なのに、これがあることによって17発持ってるんですよ。はい、でなおかつ、はい、こちらハイドロバズーカになんか武器の空いてるところにスキルをつけることができるんですけど、でそこにもね、射撃武器の装弾数 3.0 ってことで3プラスしておりますってことなんで、本当は1発のバズーカが、まあ、20発ぐらいボン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 と撃てるということになります。はい、まあそれだけじゃないんですよね。はい、ってことでそれだけではなくて、あと耐久値がマックス時の時のダメージ量も増やしております。で 2.8、2.2、2.2 と増やして、はい、こちらの方ではアーサーレフトアームってことで、もともとからね、耐久値がマックス時の時ダメージ 9.0 が入っておりますってことで、はい、これ見ると分かるんですけど、まあ、ものすごくね、火力をねゴリ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 上げてるんですよね。はい、もともと火力が高くて1発だけなのに、それを20発ぐらい連続で撃つことができる。でなおかつ HP がマックスの時に敵に与えるダメージがプラス29増えております。でもう一つなんですけど、30コンボごとの耐久値回復量っていうのもあって、まあ、コンボ取るごとに回復もするから、まあ極めて HP をマックスの状態で遠距離からひたすら攻撃することができるという、はい。でもう一つあるんですよね、それがね、パイロットスキル。はい、ということで一大事ヤマトさんの、ヤマトくんのね、これアドレナリンっていうね、はい、スキルがあるんですけど、こちらの方が1コンボごとにダメージ 0.4% 上昇、効果はコンボ数に比例して増加するってことなん で最大コンボ数が999なんですよね。だからコンボ取れば取るほどだんだんダメージも上がっていくっていう、もう最強です。はい、
でなおかつ今から増えます。はいはい 0.6 はい 0.8 ともう最強ですねということでこれがどれだけの火力が出てどれだけ圧倒的に敵を倒せるか見せていきたいと思います。では行きましょう。さあということでミッションの方はフリーミッション M1 の銃石膏の機械のエキスパートレベル21の方をやっていきたいと思います。さあということでやっていきましょう。邪魔するやつは正直今回のビルドなんですけど、まあ、近接武器いらないですよ。もう撃ってるだけで敵倒せますんで。さあとりあえず雑魚からやっていきましょう。ほいほらほらほらどうですかこれ。本体一発撃ってリロードなんですけど、いろんなスキルがついたことによってこんだけもう連続で撃てるんですよ。ですごいのはこれだけじゃないんですよ。こんだけ撃ってって見てくださいよ。リロードはい終わりリロード時間が短すぎるこの段数が増えたにもかかわらず最初の時と変わらないリロードを保ってるんですよね。もう普通に考えておかしいんですけど、はい、もうこれですよ。しかも打っていくだけでダメージも上がっていくと、もうリロード一瞬、はい、もう抜け目ないです。えいえい、今度は何がお待ちかねだ。どうですか、これがサリサリスの力ですよ。はい来たよ。敵ではないわ。ラピュタの気分だねこれは。ムスカはこういう気持ちだったのかもね。はいはいはい、飛んでるやつはねもう餌ですね。飛んでるやつに対しては基本射撃武器っていうのは特効がありますね。はい、今ダメージ食らったけど回復しましたね。それが30コンボで回復するやつです。やつの効果ですね。なんか近いね。はいどんどんもう溶けちゃいますもう飛んでるやつはもう敵じゃないですね。はいはいはい、ともう撃ってるだけ、これだけで、これだけでいいんです。はい、見ててくださいもうあれどんなやつが相手でも関係ねえ。さあどんどん行きましょう。こいつの火力をねしっかりと伝えたいので、片っ端から倒していこう強すぎ、火力アップ。これでさらに火力も上乗せできると最強だよね。リロードがたまにミスる。あ、コンボをつなげればつなげるほどもっと火力も出るんだね。はいはい、なんかいるっぽいけど、あれ？おっしゃー！ざまみやがれ！なんかいた気がするけどな。さあさあやっていきましょう。どんどん倒していくよ。はいはいはい、もう撃つだけ。仕事は撃つだけです。歩いて撃つだけ。お、アイテムくんがいるね。アイテムくん。なんか出すか？見えないね。レジェンド出た？出てないね。もう飛んでいくんだよね。敵がぶっ飛んでいっちゃう。はいはい。ちなみにエイムすると。連射できるようにもなっております恐ろしい。はい、どん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 、ハメですね。はい、お疲れ様です。さあ、てことで最後ですね、ここが。で、出てくるのが
もうね、出てきちゃいけない子、一瞬ってか、まあ一人じゃないと結構大変なんですけど、まあ、とりあえず周り倒しましょう。火力があるんでね、気をつけないと本当死んじゃうんで、周りだけとりあえず倒そう。はい、打つだけでいいんです。単純なお仕事、打つだけでいいんです。はいはい、やばい危ないやばい油断するとね、油断するとこうなるんだよ。あいつじゃなくてこっちだね。はい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 、とで、あとはあいつですね。まあちょっとアイテムだけ回収しちゃおっかな。さあやっていくか。あれちょっと待って、頭やられてるいたやばい。絶対に後悔させてやるぜ。こつ。いや、調子乗って頭やられたよ。倍返しだね、これは。超火力。はい、もうあと打つだけよ。もう終わりです、こいつは。こいつは怒らせた。怒らせてしまったんです。オラ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 、もう連射しちゃいますからね。ほらもう連射だよはい、おいよよいしょ、どうよ、これで文句はねえだろ。はい、ということでどうだったでしょうか。かなり強かったでしょうてか初めて頭部壊されたね今までやっててね、初めて壊された、びっくりした。はい、ということで皆さん、これがねハイドロバズーカの恐ろしさでございます。いやーいいねー、これマジ強いんでね。はい、で普通の時だと弾一発しかないんで、なんかね増やせるやつ、増やせるなんかね武器っていうか装備があればね、それつけたらもう化けますんで。はい、ということでご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。チャンネル登録よろしくね。